古典の参考書ルートを解説していきます。そうなるとやっぱり安定させやすいのは古典の方なんです。学びをエンタメに。どうもパソラボの瀬谷孝也です。さあ本日は古典の参考書ルートを解説していきます。さあ皆さん、参考書ルートというとどういったものを想像しますか？こういう参考書をこういう時期までに勉強すれば成績が伸びるよみたいな、そんな魔法のルートだと思って考えられている方も多いんじゃないかなと思います。確かに合ってるんです。皆さんが適切な参考書を知って、それを適切にこなすことができれば皆さんの成績は確かに伸びます。しかし参考書って薬とかとは全然違うんですよ。例えば皆さんが病気になって医者のところに行ったとしましょう。でそれで何か薬を処方してもらいました。薬を飲むときって、例えばどう飲むかとか、あるいはその時のモチベーションがどうかとか、大して関係ないじゃないですか。どっちかというと何の薬を飲むかが一番大事なんですよね。でも参考書って同じじゃないんですよ。参考書って同じものをみんなやれば同じような成績が出るかというと全くそんなことないんです。むしろその参考書に対してどう向き合ったのか、その時のモチベーションってどうだったの、その使い方の方が大事なんですよね。なので巷にたくさんね、参考書ルートってあると思うので、もちろん古典の参考書ルートっていうのももう知ってるよって方もいらっしゃるかもしれません。しかし知るだけでは甘いんです。その参考書どう使うかまでを今日お伝えしていきたいので、パソラボのこの参考書ルートでは参考書の紹介もそうですが、例えば実際に前頭模試や神経模試、こういった模試でどれぐらいの点数取れてればいいんだよっていう話もそうですし、どれぐらいの時期までにどういう風に勉強していったらいいのって具体的な勉強法についても解説していこうかなと思うので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。そしてこの動画から初めて僕のことを知るよという方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介させてください。もともとですね、公立小学校、公立中学校を卒業して、その後ですね、独学で塾予備校に行かずに高校受験、大学受験を挑戦しました。その結果としてですね、東京大学の文化一類に現教学を果たして、現在は東京大学の法学部に通っております。独学で勉強していく過程で、僕の中で参考書もそうですし、 YouTube あるいはインターネットなどの身近にある学習環境というのを本当に研究に研究を重ねて勉強してきました。本当にどこの誰よりもですね、説得力を持って勉強法とか、あるいはどういう風に参考書を使ったらいいのか、そういう話はできるんじゃないかなと思います。ぜひですね、動画を最後までご覧ください。そして一つだけ皆さんにお願いがあります。それがこちらに書いてある通りです。コメント欄で古典の勉強の目標を宣言しましょう。ここに具体で実際に書いてありますが、来月までに古文上達を週絶対やりましょう。そういったもう簡単なものでいいです。この動画見終わったら必ずパソコンのコメント欄で目標宣言しましょう。目標宣言することで自分たちのモチベーションも上がりますし、やらなきゃっていうね、危機感とか義務感とかも出てきますよね。実際にパソラボを使って卒業していった先輩方もみんなですね、コメント欄活用していましたので、ぜひ皆さんもコメント欄で最後に目標宣言してみてください。それでは最後までいきましょう。レッツゴー。さあまず一つ目、こちらですね。古典の得点が伸びない人の特徴ということに関してです。さあ皆さん、ここに書いてあること当てはまったりしてませんか？例えば学校の授業内容の予習復習だけ行っているよとか、あるいは基礎レベルの文法問題集だけを繰り返している、あるいは古文単語や漢文句法を書いて覚えているとかね、ここら辺のタブー犯してませんか？大丈夫ですか？例えばですよ、1個目、学校の授業の予習復習だけ、これ甘いんですよ。そう、何が甘いのかっていうと、学校の授業っていうのは基本的には教科書をベースに授業されているわけですよね。なのでどうしても皆さんが受験する入試とはやっぱり縁が遠くなってしまうこと多いんです。で、やっぱり学校の先生からしても学校のカリキュラム自体がかなり多いので、例えば皆さんの大学ごとにですね、入試の対策をするっていうのは基本的に難しい。だから皆さん、現役合格したいんだったら自学自習するっていうのはやっぱり現役合格の当たり前なんですよ。で、2個目ね、文法問題集基礎レベルだけ解いてるっていうのもこれタブーです。完璧主義な人ほどやっぱ手元にあるね、文法問題集何度も何度も繰り返し解きがちなんですが、それだけではなくて実際の問題演習っていうのをたくさんこなさなきゃいけないのが古文の特徴です。これもですね、2個目、犯してはいけないタブーなんですね。で、やっぱり3つ目、別にこれ古典に限った話じゃないんですけど、書いて覚えるのって基本的に効率悪いんです。何週も何週も目で見た方がいい、視覚情報使った方がいいよっていうのは本当に言語学するような受験生みんな知ってます。本当にみんな知ってますよ。けどこれやっぱり気づかないでずっと書いちゃってるって方も多いので、現役合格における当たり前って知ってる人と知らない人でかなり差があるんです。今回の動画では古典に限った話にはなりますが、現役合格するための当たり前っていうのを少しでも皆さんにお届けできたらなと思ってます。さあ次、2個目ですね。現役合格の基準っていうのはどういうものなのっていうのをお伝えします。で、ここに書いてある内容を見て、まあ、驚いたって方もいらっしゃるかもしれませんが、3つです。古文単語、古典文法、そして漢文句法、これをですね、高校2年生の末までに終わらせましょう。いいですか？もう一回言いますよ。これ一周絶対終わらせましょう。これがやっぱり現役合格のための当たり前、基準になってきます。実際に自分では勉強してるつもりになってるって人が結構多いんです。客観的な基準で言うとどうなのっていうと、ここの下に書いてある通りですね、共通テスト古典で8割、これが取れるか否かっていうのが大きな基準になります。皆さん、共通テスト同日って受験されましたか？実際に自分たちの点数覚えてる人は見てみてください。古典で100分の80超えてますか？これ大体超えてるぐらいが現役合格できる当たり前になってきます。さっきから現役合格、現役合格って言ってますが、大体ですね、最難関大学の現役合格ですね。やっぱりここら辺を目指していくためには、高校2年生の末の段階で共通テスト古典で8割ぐらい取れてるってことが必要になってくるんです。共通テストの話するとよく、ね、皆さんから国語の点数が伸びないんですっていう質問がよく来るんです。僕もわかります。高校生の時全然国語の点数が安定しなかったんですよ。もう学校してる時期結構ありました。なんでだろうって思って、その当時の古典の先生聞いてみたんですけど、現代文って古典に比べると安定しにくいんですって。まあそれはそうですよね。毎回問題文
が変わっちゃいますし、設問の聞かれ方もやっぱり模試によってちょっと違う。そうなるとやっぱり安定させやすいのは古典の方なんです。ここのね、あの表にある通り、古典の点っていうのが結構ブレブレだと国語全体の点数もブレてしまうんですよ。でも逆にね、古典の点数さえ安定させることができれば、現代文が多少ね調子の得意不得意っていうのはあったとしても、国語全体の点数がかなり安定してくるんです。共通テストの国語がね結構心配だっていう人は、現代文よりもまず先に古典やった方がいいんですっていうのがここに書いてある表の話ですね。で、皆さん真剣模試、前頭模試受けたことありますか？もし過去に受けたものがあるんだったら、成績表ぜひ取り出してみてください。今動画一回止めていいので、ぜひですね皆さん一回自分の成績と見比べながらこの動画見てみてください。で、まず1個目、さっき共通テストで8割程度って話をしましたが、それと同等なのってどれぐらいなのって、真剣模試と前頭模試どれぐらいを基準にすればいいのって話もしますね。まず1個目、真剣模試の場合だったら最低目標、もうこれは最低限守ってねっていうレベルなんですが、それが7割です。古文だったら21点、漢文だったら14点になります。で、逆にもっと古文得意にしたいよって、特に文系の生徒ねに関してはこれぐらいです。8割です。古文で24点、そして漢文で16点です。皆さんこれ実現できてますか？意外とね、国語の古典の点数が安定してないよって方多いと思うんです。そんな方は特にこれ1個目安にしてみてください。その時ね、前頭模試、前頭模試なんだったらやっぱり最低でも6割取っておきたい。なんで古文だったら50分の30だし、漢文だったら50分の30、これも同じですね。逆にですよ、さっきも言った通り文系の生徒とかで特に、古典で点数稼ぎたいよって言うんだったら7割取っておきたいですね。50分の35です。これぐらいが取れてるか否かっていう、その基準を知らないと、ただ適当に真剣模試とか前頭模試受けて志望校のまあ判定ね、 A 判定だったの、 B 判定だったの、 C 判定だったの、そういうので一喜一憂しちゃうんですけど、教科ごとで基準っていうのをしっかり知って、それに対して対策していかないと成績伸ばしようもないし、危機感持てないと思うんですよ。今ね提示した4つ覚えてますか？前頭模試と真剣模試、こちらの点数皆さん満たしてるかよく確認してください。もし満たせてないんだったら、今から説明する参考書ルートに従ってしっかり勉強してみた方がいいです。逆にもうこれ満たしてるじゃんって、満たしてるけど古文漢文やりたいですってなったら、ちょっとそれはやめた方がいいかなとは思います。っていうのもやっぱりいろんな教科受験しなきゃいけないので、古典だけに大量に時間割くっていうのはあんまり効率的じゃないんですね。例えば理系なんだったら理科にもっと時間割いた方がいいだろうし、文系なら社会にねもっと時間割いた方がいいと思います。なのでこれを1個の指標にしてください。これ以下なんだったら今から言う参考書ルートやった方がいい。逆に今のを満たしてるんだったら違う教科行った方がいいですよ。それまで他の教科の参考書ルートも出してるので、ぜひそちらも確認してみてください。さあ、じゃあまず1個目、古文についてです。巷にある参考書ルートだと、古典だけでもね、いろいろ参考書がブラララって出てくると思うんですが、できるだけ簡潔にしたい。結局何やればいいのが分かるようにかなり厳選しました。まず、古文単語帳です。これに関してはですね、古文単語315っていうのを書いておきました。別に古文単語何使ってくれてもいいんですよ。ゴロゴとかでもいいんですけど、もし何もやったことないよとか、今から買うんだったらこれ結構おすすめです。僕自身もこれやってみましたし、これ特にいいのが、イラストとね、ゴロがすごい覚えやすいんですよ。しかも最近ね、これ改訂されて QR コードも付くようになりました。QR コード読み取るとね、音声も聞き取れることができるし、入試問題も解くことができるので結構おすすめです。で、その上で&って書いてありますが、完全マスター古典文法、こちらに関しては学校で配られた古典文法の参考書を使ってくださいっていう意味です。ここに書いてあるから、完全マスター古典文法、あ、じゃあすぐメルカリで買わなきゃっていうわけじゃないんです。なんでこれ学校で配られてるのがいいよって言ってるかっていうと、いろいろ古文の参考書を分析してて思うんですが、学校専売品の古典の文法書の方が質がいいんですよ。質がいいっていうのはどういうことかっていうと、細かいところまで書いてあるんで、もし皆さんが今後ね受験勉強していく中でもっとハイレベルな知識知りたいってなった時に戻りやすいんです。で、逆に例えば皆さん古文山の山とか知ってますか？そういったものを別に使ってくれてもいいんですが、もし学校の持ってんだったら学校の方やった方がいいよとは思います。その上で2個ね、その次ある程度学校の単語帳と学校の文法書を使って勉強進んできたんだったら、その次にやった方がいいのは古文上達の基礎編です。で、この古文上達の基礎編ってどういうものっていうと、この完全マスター古典文法とかで勉強した古文の文法の知識をどう活用するかっていう練習になるんですよ。最初の単語と文法のところって、皆さんが自転車にどう乗るかっていう知識を座学で詰め込んでるだけみたいなもんなんですよ。せっかくね自転車乗り方知ったんだったら、乗らなきゃ何も話進まないですよね。それと同じように古文上達の基礎編もぜひですね、文法のある程度自分でインプットするんだったら、それをアウトプットする場として使ってみてください。ここに書いてありますが、高校2年生の12月ぐらいまで、これがおおよその目安になります。この基礎編できれば、今ねこれもし見てるのが高校1年生なんだったら、高校2年生の12月までに終わるようにうまく計算して勉強計画立ててみてください。逆に古文上達この、進化版の方ですねに関しては、高校3年生の春あるいは夏ぐらいまで使ってやってもらっても結構です。やっぱり問題のレベルがかなり高いのと、実際の入試問題とかなりね難易度も類似してるので、実際高校3年生の本番用の演習として使うのにも持ってこいという感じになってます。で、大体ですね、これが高校2年生の12月までで基礎編が終わって、高3のまあ春から夏ぐらいまでで古文上達できてる人であれば、真剣模試で大体8割、前頭模試で7割、そして共通テストの古文で8割、これぐらいの目安になります。まあいろいろね他にも参考書あるので、例えば矢沢先生のね文法書とかいかがですか、いろいろ質問来るとは思うんですけど、もし悩んでんだったらとにかくこれやった方がいいよということです。で、他の参考書
に関しても、もちろんですね、いいものたくさんあります。けど、あちこち手出しすぎるのはやめましょう。とにかくですね、古文、どの教科もそうなんですけど、いろいろ参考書やるよりは、決めた参考書を何回も何回も勉強しまくって深掘りした方が、絶対に知識身につきやすいんですよ。本当にいろんな参考書に惑わされないで、自分が持ってる参考書を徹底的にやり抜く。これだけは守ってください。で、その上で、はい、どれぐらい時期かかるのって気になりませんか？だって今から例えば古文勉強するよって方も多いと思うんですよ。で、それに高校2年生の12月までに基礎編やれなかったっていう人だっていっぱいいると思うので、どれぐらいかかるのかって話します。で、それがまずこちらに書いてある通りで、単語帳と文法書だけだったら集中すれば1ヶ月で終わります。その次ね、基礎編、これもやるだけだったら1ヶ月で終わります。で、もちろん基礎編じゃない古文上達もこれも1ヶ月で終わります。ってことは合計で3ヶ月必要なんですよ。この3ヶ月っていうのがあれば、古文の共通テスト大体8割ぐらい取れるようになります。なので、さっき高校2年生の12月って言い方しましたけど、あれって高校1年生の入学から高校2年生の12月までの間にどっかで2ヶ月分は古文勉強してねって意味です。わかりますか？リアルタイムでそこまでやんなきゃいけないというよりかは、どっかで時間取ればいいんですよ。今まで古文全然勉強できてなかったっていう高校3年生とか、あるいは浪人生でもいいです。なんだったら、しっかりこの2ヶ月分は取ってみてください。で、その上で、プラスアルファで勉強するときに古文上達使って1ヶ月分ぐらいね、集中すれば、古文だったら大体8割取れるようになります。大体8割取れてれば十分です。9割目指そうとしても、それは本当に文系のトップ中のトップの人たちだけです。なんで、まずは8割っていうのを1個基準にしてみてください。そして、まず、古文単語ね。具体的な勉強法いきますよ。まず、ステップ1。これは、適切な現代語訳の選択肢選べるようにしましょうってことです。つまり、なんとなくの意味でいいんですよ。浅ましって言ったらどんな意味だっけっていうのが、なんとなくニュアンスでつかめてるよ。それぐらいでもいいんです、ステップ1はね。だから、とにかく1周目やるとき、2周目やるときは、本当になんとなくの意味だけつかもうと思って、できるだけ高速で回してみてください。ステップ2。ここら辺からはですね、国公立向けの話になります。現代語訳が求められる大学を受ける人たちは、主要な意味の訳を記述できることが非常に大切になります。ステップ3。ここからは、派生語に関しても必要になってくるんですね。古文の単語って一つの古文単語に対して一つの現代語訳じゃないんですよ。どうしても複数の意味が出てきてしまうと。例えば眺むって言った時に皆さん何個か意味想像できますか？物思いにふけるとかね。あとは単純物を見つめるって意味にもなりますけど、やっぱり複数に分裂するものに関しては全部意味を覚えなきゃいけないんです。そういったのができるようにステップ3っていうのがあります。こういう風に自分が今どの段階なのかなっていうのを意識しながら目標を立ててぜひ古文の単語を勉強してみてください。そして次、文法の仕組みについてです。皆さん、最初に学校で、用言の活用ってやったんじゃないですか？動詞の活用とかね、主句活用とか覚えてますか？ああいった形容動詞の活用とか、そういったものはステップ1です。で、ここら辺はさすがにいいと思うんですよ。学校の授業でもやるし、定期テストでもおそらくやっただろうし。問題なのはステップ2なんです。助動詞と敬語表現ね。で、ここに関しては、やっぱり古文苦手になる人、ここでみんなつまずくんです。ここは皆さん思ってる以上に勉強時間かけていいですよ。ちょうどパスラボでもですね、共通テストの古典文法完全攻略っていうのも動画出しておりますので、全く対応してます、ステップ2とね。もし、古文苦手だよって人いるんだったら、この動画見てみてください。で、ステップ3は、助詞と主詞法ってところなんですが、ここら辺からはね、だんだん入試に出てくる頻度が下がります。なので、やっぱり優先順位としては下がっていくんですけど、もし可能なんだったら、助詞主詞法っていうのを、助動詞とか敬語表現やった後に勉強して、最終的には識別問題ね、助動詞の識別とか、皆さん、苦手かなと思うんですけども、こういったところに移っていく。この4つのステップを踏んでいくのが、古典文法の勉強の仕方としては最も適切です。さっきね、共通テストの古典文法の完全攻略の話しましたけど、皆さん見たことありますか？結構おすすめです。昨年の12月に、投稿した動画なんですが、今年ね、受験していた受験生の方はたくさん見てくださって、たくさんねコメント残してくださいました。先輩たちが実際にこうやって使ってた動画、ぜひ皆さんも使ってね、うまく使いこなして参考書かける YouTube で勉強してみてください。Enjoy。 で、その次、漢文についてです。漢文についてはもっとシンプル。まず一つ目が新名説漢文です。さあ皆さん、これ学校で配られてよって人どれくらいいますか？もしいたらコメント欄で教えてほしいんですが、別にこれに限った話じゃないです。例えば筆形漢文とかね、あの水色と黄色っぽいやつ、あれ使ってくれても全然いいですし、他にもね学校で配られてるものたくさんあると思うんですけど、あれをベースにしてくださいっていうことです。で、これも同じで、例えば漢文山の山とかね、他の参考書もあるんですけど、それやるぐらいなんだったら自分たち学校でやってるものに合わせて勉強した方がいいよってことです。ある程度ですね、パンダってよく言うんですけど、新名説漢文を学習が進んだら、その後に漢文道場の基礎編、その次に漢文道場っていう風に Z 回で参考書を使っていくのがおすすめです。で、ここにも書いてありますが、高校2年生の12月ぐらいまで、これも古文と一緒ですが、漢文道場の基礎編を終わらせてみるといいと思います。で、大体ですね、この同じペースでやることができれば、最終的には進研も自然ともし共通テスト古典で目標点数取れるんじゃないかなと思います。実際どれぐらい時間かかるのってところなんですが、新名説漢文と漢文道場の基礎編だけだったら合わせて1ヶ月ぐらいで終わります。これ意外でしょ？1ヶ月で終わるんだよ、漢文ね。だから今まで何も勉強しなかったよっていう高校1年生だったとしても、1ヶ月で真剣にやれば終わりますから、もしね漢文も改善したいよ、もっと勉強したいと思ってるんだったら今のうちにやった方がいいですよ。下に理系でショートカットする場合はって書いてあります。まあ、ショートカットって言われたらね聞きたくなるかもしれないんですが、実は漢文って2ヶ月とかけなくても実は1ヶ月でやろうと思えば終わるんです。それどうやってやるかっていうと、こちらですね、新名説漢文、学校で配られているような参考書プラス、ここに書いてありますが、漢文早覚え即答法っていう参考書、皆さん知ってますか？いろんな塾のチャンネルとかでも紹介されてると思うんで、ご存知の方多いんじゃないかなと思いますが、もし理系であんまり漢
半分に時間かけたくない、あるいは共通テスト直前でもう何やればいいか分かんないみたいな、そういう人なんだったら半分早覚え即答法を使ってしまう方が早いんです。ただちっちゃーく米印で書いといたんですが、二次試験で漢文使うような人、あるいは文系で古典を得意にした人なんだったら、しっかり勉強するためにさっきの漢文道場の方を使った方がいいんです。早覚え即答法のいいところは本当に要点だけをうまくまとめてくれてるんですよ。ある意味一夜漬けみたいな感じで点数が高くなるんですけど、それだけだとどうしても知識量としても脆いし、演習量もあんまり確保できないから点数は安定しにくいんですよ。だから時間ないんだったらこれいいけど、そうじゃないんだったら正規ルートで勉強した方がいいよってことでした。文法編です。こちらステップ2、2個あります。でまず1個目が漢文句法の学習についてです。まずね、みんな漢文句法は知っているよって方多いと思うんですけど、もうやり方としては漢字を見た時に重要な句法何があったかって思い出せるか、本当にそこにつきます。でちょうどこのステップ1に対応する動画パスラボでは撮ってますね。共通テストの漢文句法の完全攻略シリーズです。さあこちらもですね、もう YouTube で無料で見ることができますので、ぜひねまだ見たことないよって方いたらこれ勉強に使ってみてください。そしてステップ2、こちらは漢文単語の学習です。これは結構マニアックな話になるんですけど、漢文句法だけじゃないんですよ。このね、新面接漢文の巻末の方にもありますが、単語がねいっぱい載ってると思うんです。用字編って言うんですけど、あそこら辺もですね実は勉強しておくと、共通テストの漢文もそうだし二次試験とかでかなり役立つんですが、受験生今まで多く見てて思うのは、現役合格の段階だったらまずは漢文句法の方が大事なんですよ。もちろん余裕があれば用字編やった方がいいよ、漢文の単語を覚えた方がいいよ、けどそれよりも前に社会とか理科とかがおろそかな場合結構多いので、こんなね古文漢文の話しててはなんですけど、あんまりここまでやりすぎない方がいいんじゃないかなとは思います。なので他の教科とかのバランスも見ながらこのステップ2には進んでほしいな。やっぱり最低限やってほしいのはこのステップ1ね、漢文句法のところだけはやってほしいということです。先ほど紹介したこの漢文句法の動画に関しても卒業生の方がねたくさんいろんなコメント残してくれてます。でやっぱりね YouTube 上でも勉強できるようになってきてます。僕も実際にじゃあどうやって塾予備校に行かないで独学で東大に受かれたかっていうと、参考書 ×YouTube なんですよ。本だけだと勉強しにくかったけど、無料で見れる授業とかがたくさんあったので、そういったものを組み合わせてきました。で別にね YouTube に限らず、例えばスタサプ使っているよとか多分いらっしゃるんじゃないですか。別にスタサプでもいいんですよ。そういう風に皆さんが頼れるものをたくさん頼っていって、自分たちの学習環境を最大限活かすっていうのが一番現役合格に近くなっていくんですよっていう話でした。さっきのね挙げた2つの YouTube 動画に関してはこの動画の概要欄に貼ってありますから、この動画見終わった後にぜひ勉強に使ってみてください。そして動画の最初に言った通り、コメント欄で皆さん、古典勉強の目標を宣言してみましょう。こうやってね勉強法を聞いたりとか参考書ルート見ると、それだけでお腹いっぱい満足っていう人多いんですけど、それだけだと成績は伸びません。冒頭でも言いましたけど、薬じゃないんですよ参考書は。飲むだけでは効果出ません。どう飲むかの方がね大事なわけで、参考書例えば古文上達絶対一周させますとか、あるいはね何でもいいです、共通テストの過去問何年分解きますとかね、いいからコメント欄で皆さんの目標を宣言して、これからね古典の勉強の仕方っていうのを変えていってほしいなと思います。さあここまで授業動画ご視聴ありがとうございました。この動画良かったよっていう人は高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今後ですねパスラボでは古文漢文の動画もそう、文系科目の動画たくさん発信していきますので、何か要望あればコメント欄で教えてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。